隊長ちょっと待って。待ちます。ログ画の容量がなくなった。おう、気づいたらなくなってた。隊長が処理用ポーション飲んだ時だ。結相当構前じゃ前ん。だよ。見てなかった。やーべー。だいぶ遅れてはしまったんですけど、キシちゃんの録画画面が結構前から切れてたらしいです。切れてた。なんかどっからだろうね。ということは、結構君、謎解き、君がやってたけど、大事な場面で 切れてるそうんだだよな。ね。そうだね。もう一回やるか、じゃあ。嘘でしょ。全部初見リアクションするか。頑張って。そうだね、じゃあ。2階に行ってます、じゃあ。どこだっけ、ここじゃない。ちょっと待って。真ん中のリピーターってさ、何もいじってないよね。いじってない。ゼロ2つなんてなかったよね。ゼロ2つはない。それもう一回。ノースがゼロ。ノース来た。北がゼロ。来た。北巻。ここ痛だ。いよ。しっかりしそう。北ゼロ。はい、北ゼロ、オッケー。ちょっと待って。あ、北がゼロお前ね。だよ。お前が来た。お前が来たじゃねえよ。私お が前がゼロ。お前がゼロや。東が？なんて言った？3。3ね。てか、あと両方2です。それ以外。それ以外が両方に。妙法？両方。妙法。あ、近くで物音が聞こえた。はやっーい。ぱそうだ。俺だ。あ、そっち？俺の方でどすこ？ね。どこそれ？ここの倉庫なんもねえじゃんってどこ？あそこで何？水の量です。ああ大釜に水の量で、そこでと思ったの。からんで。全部バラバラだなと思って、でもしかしてそれなんじゃねえかと思ったら大な当たりるでほしど、た。一回か。すごいな。どうしてよかったね。それをやる前に気づよいてかった録画よ、切れてる本当と。だよ。はい。引き当てまあしたからさな。ま。おかしいと思ったんよ。で、で、中身中は身まだは？見てない。見まオープす。ン。象はい。徴象室。徴。あ、じゃあもうこれ最後っぽいな。はい、勝ち込み行きましょう。行くよーん。ほれ。開けてくれ。やったー。勝ち込みじゃ。誰だ？救急員ではなさそうだな。ここにいるってことは、お前が所長か。浅野。お前らが実験に使っている人間はどこにいる？教えろ！なぜそれを知っている？最高機密情報のはず。早く教えるんだ！時間が惜しい。地下4階だ。そこに検体が全員いる。この部屋にあるエレベーターキーを使えば行けるはずだ。地下4階。ああ。これで港が見つけられるはず。どこだ？絶対ここだろ。ここじゃない。お、ここじゃねえかよ。ああ、いけるんだ。リリリもういリ。けるんレレレレ。F5 じゃどうする。でもなんあ、か、なんか動いてる。これや、これや、こう。何？あ、動いここた。が空いてる。あ、だだだだ。開けて。オープン。はい。エレエベーレターベーター近く。はーい。やっいただきと、ま地下4階へ。ラストは。てか、お前ずっとここで安静にしてたんかい？それは本当にそう。あ、待って、所長話せるわ。え？あ、本当？くそ、副所長に騙されなければ。この人体実験だってずっと反対してたのに、あいつだけは許さない。副所長？副所長死んでたどんよ引かしてなかっ死んだぞ、あいつ。何？307号室に来てくれ。怪我で動けない。副所長、何しとんねん。何したん？307副所っていう長。のは？じゃあ反対側調べるか。あ、ここだ。ああ、ゾンビになってる。あ、いナイや、ゾンビのジ声、それだったんだ、じゃああ。あ。いや、はてなはてなはてなだぞ、こいつ。そうね。名前が一応あるね。お前は誰だ？名前乗れ。本当、
ドア玉の方で死んでたよね。殺してないけど一応。あ、てか佐藤は？佐藤トイレでしょ。あいつはずっとトイレにいる。いいのかな。はい、じゃあ行きますよ。はい。はい、おーい。近いぞ。近い4階に参ります。ピンポン。な、近い4階だけ赤いんだよね。そうなんだよ。あ、来た。え、来た。お、来た。なんかいる。なんだあいつ。なんだあいつ。あ、ミナトじゃない？勝ち込みだー。撃っとく、撃っとかなくて大丈夫？うわー。なんか二人いんだけど。撃つな撃つな。二人いる。本当だ。なんかここなんか絶対戦いそう。あれはミナト。今助けてきたぞ。よくここまで。え、あなたはもうゾンビになったはずじゃ。あ、佐藤じゃん。佐藤、私からすれば君がゾンビになっていないことは驚きだよ。まさかテレンとあの防護ロボットも切り抜けるとはね。まさか全部仕組んだのか。お前は何者なんだ。私はここの副所長だ。まあ表向きはもう死んだことになってるかな。お前が全ての黒幕ってことか。港から離れろ。撃つぞ。撃ってるよ。離れたところで検体への実験は先ほど完了している。遅かったな。そんなハッタリは意味ない。早く離れろ。撃ってんだけどな。果たしてハッタリかな。あ、最強の感染者の誕生だ。ミナト大丈夫か。ああ、体が動かない。あうろろろろ、やめろ、私を取り込むな。なんじゃなんてことだ。クソ、間に合わなかったのか。なんですかこれ。ケイに親しいのを倒せ。これ行け、殺せ、もういい、殺せ、よっしゃ、殺せ。これ誰かが引きつけてればいいんじゃない。これやばい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 。なんか、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 いるいるいる。はい、はい、はい、私が引きつけてるから。おお、痛いです。ばっかやろ、びっくり。あー、こっち来てます。あ、でもいいか。あ、いいんじゃない。それ衝撃はやばい。それ痛そうだけど大丈夫。なんか、あ、ちょっと待って、俺食料がなかった。あ、俺なんか、終わっちゃいそうなんだけど。違う終わっちゃいそうなんだけど。やはりバットこと、バット、いや、バットが最強。大丈夫かこれ。バットだ、バットだ。あ、待って、お、お、どれだ。港やったか。あ、なんかやばそう。第二形態。そうなんだよ、HP 減ってない、全部消えてない時点で怪しいんだよな。よっ、こっちが港だ。 N 港、大丈夫か。息はしてる、よかったけど、かなり衰弱してる。早くここから連れ出さないと。地上へ脱出せよ。やばくないこれ。これ急がないと。佐藤が、佐藤が来るぞ。佐藤のご飯が、玄関開けたら来る。大丈夫、こういうところになんかないよね、何も。いる？はい、近い、近い。俺さ、所長室寄ってみね。ワンちゃん所長連れて帰れんじゃね。いない。あ、いた。いるよね。所長。あ、ダメだね。置いてこ。こいつはもうダメだ。なんでダメだって。ちょ、ゾンビはまだいるんだよな。こっちだ。急げー。うっ、おい。ちょ、ゆっくり。戻る時の記憶はほとんどないが、無事に生きて帰ることができた。あの後、神隠しの生存者としてメディアに取り上げられたことで、研究所の存在もあらわとなった。これにより、研究に関わっていた人たちは政府関係者含め逮捕され、研究所は完全に封鎖された。また、あの日からしばらくして、研究所の資料をもとにワクチンが開発された。おかげで港は順調に回復し、無事元の生活に戻ることができた。しばらくすると、この町にあった神隠しの噂も消えていき、平和な日々が訪れていた。おー、終わったー。おー、永遠とジュルジュル言ってんだよ。あ、港だ。あ、港だ。港。港、え、しゃべ。話さなくなっちゃった。あー、港。変態になっちゃった。倒さなきゃ。変態。終わり、終わりに、終わりに、ああ。
私が読もうか。じゃあ、最後までプレイしていただき誠にありがとうございます。マップの感想やバグなどありましたら、ぜひ YouTube や配布サイトまでコメントしていただけると嬉しいです。別の配布マップも作成中なのでお楽しみに、ということでした。外で何個かあったね。何個かバグはあったね。何個かあったね。あ、夜。あ、これダメですね。あ、バット取られた。え、嘘。あ、それ左クリックで、右クリックで回収できる。あ、そういうこと。ウイルス製薬を持たすとこう。で、一つ疑問なのが、そう、コインが何なのかがわからんの。そうだね。全部で何倍あるとか言ってくんないのかな。終わりの本にも特に書かれてなかったしな。教えてほしいけど。それがあったけど、それを俺らが見つけてなかったりするかな。なるほど。そんなことある。もう一周してみます、じゃあ。やだよ。ということで、研究所からの脱出でございました。はい、はい、まあちょっとこのコインの使い道がちょっと最後の最後までよくわからなかったんですけど、わからなかった。謎に集めた謎だったんだよな。ちょっとこのコインの使い道わかる方、あわよくば作者さんがもしこの動画を見てくれたら、ちょっとコメントで教えていただけて、なんかあのわかる人よかったらコメントをください。まあでも普通に面白かったね。謎解きは全普通に。うん、別にその詰まる時もあったけど、なんだかんだあの予感は当たってたから。うん、だしまあバグのところはしょうがないとはいえ、マイクラ側の問題だから、あああれね、あれはもうしょうがないとはいえ、もう全然どう進めがいっぱいか分かんないっていうところはなかったから、そこそこ、まあまあ、程よい難易度で。そうだね。概要欄にダウンロードリンクね載っけておきますので、気になる方はそちらからダウンロードしていただいて、統合版なら、PE もいけるのかな。 PE とかスマホ版いけるらしい。うん、うん、いけるらしいので、よかったら遊んでみてください。そんな感じで、アゲヒロ隊で初めてやるマイクラでしたが、今後もこんな風にやっていきたいと思っておりますので、ね、はい、面白かったよって方、ね、ぜひともチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。登録してくれた人にはウイルス抑制剤あげます。ステーキあげるよ。で、このコインあげるね。使い道を探さなきゃ。そんな感じで、またお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。